こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。このね、一つ前の動画で850番というナンバーの番号の動画アップさせていただいたんですけど、その時にね、棚卸しをするお品物とかそんなもののざっくりご紹介したんですけど、今度ね、その続編として、じゃあそれ、結局、 目的、一番最終的なゴールっていうのは仕分けを形上するっていうことになりますね。そこで終了になるので、そこに行き着くまでのね、過程としてですね、今度、あの、カウントしてアップした、数えたものを表にしていくところから、そして合計の金額を出すところ、そんなね、様子をね、ご紹介していって、 であの、どんな科目を使ってしばけを私がしているかこれもね人によって違うと思うんですよね少しちょっとした言葉遣いの科目の種類とか私もね自分ならではでちょっとねこだわってる変なとこがあるのでなんかねそういうちょっと私ならではのものにはなりますけれども参考に多分なるのがですね同じように一からものを作ってる人あのハンドメイドをしている人っていうのはすごく私に近い感じになると思うのでなんかご参考になるのかなと思いました。 例えば、なんか外国から輸入して、そのまま、お品物を輸入して、そのままおろすっていう感じの人には、ちょっと当たらない部分があったりして、 まあ別に全く違うわけでもないですけどね。それよりもね、製造業のようなことなので、なんかプチ、プチ企業ですけどね。ちっちゃいことなんですけど、あの、一応は製造業と同じような感じのもののもうちょっと縮小版というかちっちゃな単純な感じになるので、ものを作っている人っていうのに当てはまるかなって思いますね。そして販売している人ですね。はい。ではですね、ちょっとあの、3つほどでね、やることちょっとあの、 まあ、なるべくわかりやすく単純になんかね、あの、っていう感じでちょっとね、ご紹介していきたいと思いますね。これですね、実はね、実際に私がね、使っている自分で作ったね、Excel の表になりますけど、Excel でね、作っちゃえばいいんですよね。あの、紙に書いたりするぐらいだったら Excel の方がなんか合計してくれますし、ちょっとばかし、あの、楽にできるかと思うんですね。で、ちょっとごめんなさいね、あの、具体的な内容ってちょっとあまり良くないなと思いましたので、 枠組みだけちょっとご紹介して、もっと明細たくさんあるんだけど、5つぐらいに絞った感じのこういうところに入れていくんだよっていうご説明になりますで。合計は後で仕分けが出るので、合計だけちょっと仮に設定しましたので、適当にですね。これはですね、あの1つの表としては、あの商品、ハンドメイドバッグで残ったものをカウントしていくやつですね。この時に5までしかないのに10って書いてあるのがちょっと矛盾してますけど、あの まず製品番号っていうところの枠にはあの一つ一つにねバッグに番号をつけてますね何か私の場合は作った日付とかよくリーバイスのあのとかねあとなんかあのブランドもののバッグとかでなんかいつ頃作られた製造日がわかるなんていうのがすごくロマンがあるなと思ったので長持ちしてもらう場合にあのそんなような真似をしてですね 2021年ならに作ったものなら2021あとはね自分でその在庫にな,なるかならないかって今期の在庫になるかなとかそういうのの目安として2021があるのか2020の昔のやつなのかとかあのそういうのの目安にもなるので自分もね把握しやすいんですねで末尾の方にはなんか作った順番今期の中での作った順番みたいなのを入れていって あの1つしかない番号ですね被らないようにしてるんですけどそれ製品番号ですね。で、名称は例えばあのリュックとかハンドメイドリュックの例えば私は名前を付けているのでなんか文ち巾着とかそういうのを単純に入れていって持ち巾着ってんなんか食べ物なのかって思われるかもしれないんですけどそこは右のその隣の写真っていうところにねあのアップロードしますね。簡単にああの写写真真必ずありますからね商品写真 あの掲載してあの販売しますからその時の写真を引っ張ってきてここにちょんって小さく載せるんですこれね過去に去年ぐらいねやらずにやったんですよあの在庫が多くてなんだけどあのやらやったあった方が具体的ですねやっぱ商品の場合はね。で 私商品のことを製品って呼んでるのはこれ製造したものだから製品ってわざわざこだわって呼んでるだけで別に商品と商品っていう言い方をしてもいいと思いますけれどもねで写真アップしますよねで隣行くと前期末のあの表なんですよ。ここれののままで下の合計行くと前期末 前期末状況が在庫だったら在庫って書くんですね。で、前期末がなかったのに今回発生したものは、この前期末の在庫状況が、あのゼロ、0、0で個数も0で、在庫高ももちろんないんだから0ってなった時に、今期内処理が、あの、新しく新規の製造になりますから、新規製造なんていうことを書いてもいいし、あと、あの、 いろいろあるんでしょう。売り上げしたとかね、あと廃棄してしまったとか、そんな感じの3つぐらいかな。で、今期末状況が在庫なのか、在庫じゃないのかで、これ決まってきますね、最終的に。今回に、あの今日、前から作ってあって、前、いろんなケースがあるんですよね。前期末で在庫だったものも今、今回も在庫にするものと、前期末は何もなかったのに、今回作ったんだけど、売れなくて、在庫になるっていうやつ。 あのちょっと残念ですけどねそんなやつとかこれの表を見て大体意味が分かってくるのでいろんなケースがあると思いますけどこの黄色であのやってあるマーカーしてあるっていう理由はここを形状するからなんですよねこあの今期の主役だから今期が主役だからということでこの黄色いマーカーをして分かりやすくしてるんですけどっていう感じですねであの同じようにこの,この今期待つ在庫額 前期末在庫額っていうとこって金額入りますよね。この金額というのは、あの、何の合計になってるかっていうと、結局は原価表を引っ張ってきてますね。一つの、と、A というなんかハンドメイドバッグを作ったら、その A というハンドメイドバッグに対して、 必ず一つ原価表をその都度完成した時に作ってきました、今までも。で、ずーっとすべてのものに対してね、原価がどれぐらいでどれぐらいで販売したのか、あの、利益がわかるように、あの、作っていますね。結構正確に作ってます。なんか引っ張ってきて材料の表から、これとこれ使ったよねっていう感じで、金額で全部ね、表せる感じで、いくつ何メートル使ってとか、生地何メートル使ってとかですね。そんな感じで、あの、 原価表を作ります原価表のいいところって、例えば生地1メートルあっても半分ずつで別の,あの1と2の製品番号に振り分けた場合なんかは半分ずつに分かれますよね。そういう場合の振り分けがその原価表でもうすでにその作る時点でされているので、あ,のあとは合計金額をこ,こ,のこの時点で引っ張ってこればいいだけなんですよ。この時点で 慌てたりすると何もしてないとちょっとね苦しいですからあのその下準備的なものがされている前提ですねなので普段からまめに原価表を作るっていう癖っていいんじゃないかなと思いますやっぱりあの商品の値段決めていく時とか今後の時とかどんな値段で売っていくのかとか自分のそのせっかく働いた分のあのものがある程度見込まれているのか何かやってるのにあの 利益が少ししかないだけじゃやってる意味がないんじゃないかとかいろんな考え方あるんですけど利益少しだけでもみんなにあの喜んでもらうためにはとりあえず今期はこれで。あの 利益少なめでいくのかとか何かいろんなあの考え方がそれはマーケティングの面であると思うんですけれどもあのなんだけどとにかく設定したものをそのねあの原価っていうのは正直ですからあの材料とか実際にかかっている費用だけを集めたものになりますかかっていない費用の見込み的なものとかあとですねちょっとあの間違いがちだったのが私も自分が働いた分をなんかこれぐらいの金額入れたいっていうのもそれは架空であってなんか実際に自分が 私が働いた分って私自身が販売しているわけであの誰かにその何かをあの金額を例えば外注さんにミシンをやってもらってあの5000円払ったよとかそういうふうならあの5000円という請求書が上がってくるのであの商標とかエビデンスというものが発生しますよねそうするとそれは原価に入れるべきなんですけど私が自分で作って自分で うーんこれは1万円入り込むぞと思ってもあの入らないんですよね、ゼロなんですよ、結局はね、自分で作ったものって、だからそれを考え方によってはあのやっぱりあのお安くするのもお高くするのも自分次第でできるっていうコントロールが効くのは自分で作ることのメリットはそこには一つはあの考え方によってはあるということなんですよねあ、ちょっとごめんなさいね、話がそれましたけどで、そういう感じで、あの 実際のそのままかかった費用だけを入れ込んだその純粋なものが原価表なんですよね。でそれを引っ張ってきて合計金額をその1という番号に対して1の製品番号の何何々何何っていうもやつに対してはそういうのを入れていく。去年、前期末の額と今期末の,あの額と変わっちゃったらおかしいですから引き続くときもねそれはちょっと注意しなきゃいけなくて急に去年の表を見たら違ってたなんていうのはちょっとその良くないですよね。 時間がねあののないものですすからちょっと急ぎますけど次ですねあの私がね最初のスタートする頃にですねあの税務所さんに聞いたんですよ。あの自分はハンドメイドバッグを作っていくんだけれどもあの商品のその棚卸高と材料のまだ作ってないのの棚卸高って一緒に合算しちゃうのか分けてしまうのかどっちがいいかっていうのを相談したところ、えっと分けてやった方がいい いいねっていうことはおっしゃったんです。でも実際は e-tax の入力するところは一つなので、その時は足すんですよね。なので、その辺はね、自分で判断したらいいと思うんですけど、あの私はですね、商品とあの名前を、科目を変えていますので、最後の仕訳でわかるんですけど、少し名前が違うんですよ。もう、ね、全く一緒じゃなければ、もうそれは違う科目ってなりますから、そうすると、あの、分けて、 あの2種類の形状をすることで逆に分かりやすくというか把握しやすくしていますね。商品と材料を合算しない状態であの自分の決算表には決算表というかあの仕分けには入れていくんですけどあの最終的に出来上がる決算表も合算されるしイタクスの方もあの合算したものを入れていくのかなと思いますね。あ 決算表はごめんなさい。違う。科目が違うからあの分かれるかもしれないです。ちょっとごめんなさい。今そこがちょっと分からないんですけどあの、いいんです。最終的には一緒になっても、自分の都合のいいようにやればいいです。だからねあの、分けてやるのが私はいいかなと思って、やりやすくて分けておりますね。把握しやすいですね。ということで。で、これさっきより細かいあのマス目になったんですけど、やっぱ材料って細かいですから、あのこれ10しか設けてませんけど、実は持つと実際たくさんありますね。それで、やっぱり在庫として持つっていうのは ちょっとこれがあのやっぱりハンドメイド業者のみんながあのちょっと苦しんでいるあの悩みの種でやっぱりね先に調達していって材料を確保していかないと本当に作りたいときに何もなくて作れないんですよねなので仕方がないんですよある程度在庫を持つということは在庫を持たずして何が作れるのって逆に思うわけですねだけどまあ在庫を持たないそのあのやり方もあるんですけどそれもねまああの 人それぞれぞで私の場合はいいものを作りたいからいいものがあった時にはやっぱり確保していきたいんですよ生地とかねそうすると生地の在庫はかなりありますねなのでちょっとさっきの製品の額よりちょっと大きくしてあるんですけれどもあの そういう感じで、前期末金額在庫、いろいろ明細をこう何メートル新字だとか糸だとかね、全部アップするんですね。そして記事も一つ一つの種類が一行になりますので、一点物っぽく。なので、あの結構な明細の分量にはなるんですけど、それで、あの、在、あの、購入した金額をここに税込みで書いていくっていうのが、あの、ものですね。それも、これもですね、前期末、 もう私も授業して何年かやってきてるんで前期っていうものがあるわけですね。そそうするとののの時のあの やつののの表をそのまま持ってきててき加工してこの前期だと右側の黄色いところがにあったやつなんですよね2020年度っていうのがねそれをこっちの左側にまず移動してきてで今度あの右側は新しく今年の2021にカウントしたものが置き換えれるっていうこの表をねあの前のやつ前のやつを使っては加工して使っては加工してってちょっとなんか移動してやっていくのがあの 合計変わらずに済むかななって感じなんですよねあのいりますもんねあの合計の金額がね前年度のものがいるんですよねその,あの最後の仕分けの時にそれが後で分かりますけどちょっと後の最後仕分けでのとこやりますからねなのでそういう表にしてますそうするとちょっとややこしいのが今回もそうだったんですけど思い切って前期からこう今期の 間にですね、ちょっと変革があった場合に、この材料を一気にやめていったっていうのが私もあるんですね。そうすると、表がですね、あの、今期の残高はもう何もないんだけど、前期はあったみたいな感じで、表がすごい、あの、たくさんになっていくっていう悩みはありますね。そう、ど、どっちを取るかですよね。そういうところがやぼったいのか、 でも分かかりやすいいのかっていうこの今期だけを羅列した表だと結局、仕分けの時に前期のものの書類を引っ張り出して探さなきゃいけないんですよね、もしくは帳簿を見て前期の金額を確かめるということをする、前期の金額を確かめるんだとそれと同時に多分帳簿のエビデンスも見ると思うのであ帳簿じゃなくてあの実際のこういう表なんかも見,見に行くんじゃないかなと思うとすごい作業が難航しますよね。なんか色々 箱を開けて引っ張り出したり、昔のものなんかどこにあるか忘れてたのにみたいな感じである程度順番にしているにしてもですね。そんな作業もちょっとはするにしても確認だけでいいように、このようにね、前期のやつをそのまま残して仕分け、そのままこれ見てやれるようにしてありますねっていうのがちょっとした工夫かなと思いますけど。で、今期末は拾い上げたのをこういうふうにやって、去年からの変化も 一目瞭然ですね。これでですね。で、さっきの商品と同じ感じなので、黄色にマーカーのとこがこうあの今回の集約のとこだっていう感じになる2021年度っていう感じになりますね。じゃあ最後の場面になりますね。これでゴールになりますね。この仕分けをして形状して。 関係ソフトに入力するということが最終的なゴールになりますのでこれがね2021年12月31日付であるっていうことで結局は棚卸作業って急ぐべきだっていうことなんですよね今日でいうともう1月6日になってますので1週間ぐらいもうちゃったってますもんねそうすると早いうちにこれを遡ってなんですけどどんどん忘れてっちゃうこともありまして次の作業もあのもう進めていきたいじゃないですかそうするとこういうの早くやっちゃうっていう感じですね次の作業やっちゃうと あの材料がちょっと減ったりしてなんかややこしくなっちゃうんであのなんかあんまり動きのないうちに早くこっちを先にやっていくのかなのがいいのかなと私は思っていますね,、はいでですねあの。さっき2つに分けて私はやっているっていうのをあの税務署さんとの最初の最初の頃の相談でそ,んそれがいいんじゃないかってなったので私もそう思ったしそういうふうにあの仕分けを2つやってます。2つっていうののはねこの、うんと ちょっとややこしいんですけど一つの中にも2つ2段ありますよねこれはね2段で1セットなんですよやっぱりあの事業主も何年か続けていくと去年の分の1回ちょっとあの改めて書き換えての今年っていう感じになるのも必ず 2, 2行が一組になるわけですねそうするとそれが2セットっていうことになるのであの ちょっとこの表でちょっとそれをあのご説明しますと、まず日付は2021年12月31日付で、決算なんて、適用のとこに書くのはこんな感じかな、決算とか決算仕分けなんて書いて、で、製品棚卸。私は製造業をしているので製品と呼んでて、商品でもいいですよ、全然ね。で、棚卸でハンドメイドバッグのことだよっていうことで、で、これが、 上の段ですね機種製品、棚卸高っていう科目を自分でこれねもともとのデフォルトには入ってなかったんですよなんか機種商品、棚卸高だったかなそれをね製品っていう言葉に書いただけですどっちでもいいです別に商品でやったってなんだけどあの ちょっとそこ、ちょっとこだわりがあって、製品という言葉にしてて。で、1万円だったの。さっきの表の中では、去年が、あの、1万円だったっていうね、あの、金額出てましたよね、合計で。あの合計がこの金額のところに入りますね。そして、去年の時点では、あの、棚卸しで製品の余っている在庫をアップしている状態っていうのはね、資産、製品って資産なんですよね。資産がね、この左側の、あの、借り方に来てたやつを、 1> 1回取り消すすんですよねあの今回にあの差し替えるから今回変わってるよということで取り消すとから右に来るんだという考え方です。そしてあの今期の形状としては1年に1回しか出てこない機種製品棚卸高というこの科目はもう 1, 回しかあの1年に1回しか出てこないあの言葉というかあの科目の科目名なんですけどこれをあのめ 奥っていうか,なんか、ね、あの発生させるんでですよねね新規でねそれが形状の状態になるわけですからあの重要ですよね。でこういうふうになりますそしてそのもうあのペアであるそのセットになるにはその今度期末に在庫をカウントしたあの今年の分今回数えた分の,あのハンドメイドバッグの余っている ものをね、売れて、て売れ残っているっていうかね、言い方悪いですけどね。そうすると、それの、あの、原価のを合計したものになりますよね。その金額が2万円だったっていうことで、で、製品っていうのはまた同じなんですよ。これ科目同じなんだけど、まあ、昔の去年のとは違っているから、置き換えたよっていう意味になります。また改めて置くんですよ。2万円を置き直すんですね。これをなんか、あの、皮肉ってに 2, 2万引く1万なんていうことやらないんですよ。あの、 ベタにやるんですね。一回取り消して置き換えるってやるっていう考え方。これ経理らしいんですけど、よくあの、間違えた時に、 あの500円というのをああ間違えちゃった、実は1000円だったというに、500円をそのまま取り消してあの差額の500円をアップしずに、えっと、500円というのを1回取り消しといて1000円に置き換えるということをやりますよね。これせ、あの経理の簿記の考え方なんですよね。それが、なんてうの、ストーリーがあの分かりやすいじゃないですか。だから、こうやってあの同じ科目なのにこういうふうに置き換えるという理由はそこにありますから。 2万円で製品やって今度ね期末製品棚卸高っていうのを2万円をこっちにあの貸し方の方にね置くんですこれですねさっきのあの上の「機種製品棚卸高」っていうものと「期末製品棚卸高」っていうのっていうのはあの文字が似てますけど全然別の科目だと考えた方がよくて「機種製品棚卸高」はそれで形状あの 決算表に乗りますし、期末製品棚卸だかもこれ別のものとして、あの、乗りますから、この違いは別のものっていう考え方が大事ですね。あの、そうそう、そういう感じですね。似ているか一緒じゃなくて違うんですね。いい、あの、とにかく一文字でも違ったらもう違うもの、違う科目ってことになりますね。で、同じようにですね、あの、下の段のその材料バージョン。 材料でカウントしたの細かい明細だったねっていうやつもあの同じようにこの適用のところには決算なんて書いて材料棚卸しで記事や付属ですよっていうことですねそれを書きましてさっきの去年5万円だったのが今年は10万円ちょっと増えちゃったなんか購入をたくさんしたからストックしておきたくて購入たくさんしたからかなんかわからないですけどこれ減ることだってもちろんありますそれは分からないですそんなことはねあの 購入したかかどうかたくさん材料調達したかどうかで変わっていくのであまりそのすこれの変化はあまり関係ないんですけどただちょっと調達しすぎじゃないとかそういう目安にはなるかもしれませんもっと抑えた感じで本当に必要なものだけを買っておけばいいんじゃないみたいな感じの見方にはなるかもしれないからまあ、こう比べるのもいいことだかもしれませんけどねなんだけどまあ事実をもとにそのままあのアップしていくっていうことにはなりますね。 はい。ということで、この2種類を、あの、形状していくから、4本形状。この、これはね、お部屋は変えています。12月31日、1つの枠の番号、ソフト経理ソフトの番号に2段、2行仕分けっていう感じでね、あのやって、で、1回区切って、別で、あの別の行でまた今度、この2つ目のやつ、材料を形状するっていうみたいに、感じにやっていくわけですね。はい。という感じで、この、あの、 っていうこれ今回の動画は851番なんですけど850番の時にはなんかぼやーっと材料をこんなのを数えていくんだよってうこういうのを棚下ろしする。 対象のものだよっていうご紹介をしましたけど、そこから今度は実際に棚卸しして、棚を、あの、カウントして、いろんな材料の余っているのをカウントした結果で、あの、いよいよ、あの、決算仕分けをして、計上していくっていう流れですね。その場面の、あの、部分ですね。ここに行き着けば、もうこれで、あの、 やることやったって感じなので、たらおろしはこれで終わったんだよっていうことが言えますね。はい。というご紹介でした。で、あ、ごめんなさいね。ちょっと最後に一つだけ。あの、個人事業主を最初にやられた方っていうのはですね、あの、この2段っていうのの去年っていうのがないじゃないですか。なので、下の段だけ計上するんですね。あの、下の段は全然あり,あります。ある可能性がありますから、製品が、あの、売れ残っちゃったやつが、あの商品があったら、 あのなかったら別に全部完売したらそれはないです仕分けはないですけどあのちょっとでも残っていたらここのねあの2段目の方だけはあるはずなんですよで材料の方もあの去年はな授業なんかやってなかったから何も仕分けはロってやっても仕分けにはねロってやっても仕分けにはね計上されませんからね意味がないのでなしなんですよ。そうすると下の段だけこれあの やや付属もですねるることになるっていうそれで次の年からは今度この下の段だった1行だったのが栗上に上がってきてっていう感じであのこれからも授業を続けていく時はもう2段ずつになるっていう一番最初の年だけは1行になるっていうことになりますかね。はいということになります。以上ですねどうもありがとうございました。